但是他已经等不及了，所以他今天早上就已经去了。哦，他也跑啦、所以今天去到了早上的传统市场，有看到什么样好玩的地方吗？哦。気があって、また明日は土曜日なのでもっと人がいっぱいいるとは思うんですけれども、やっぱもういろんな、ね、食材 もうそれだけでも興奮しますし、あとは新鮮なそういう、こう海鮮だったりとかお肉もたくさんあって、もう楽しかったですね。他说明天是礼拜六，应该会有更多人，但他今天看到非常非常多种类的食材，有新鲜的鱼啊、肉啊之类，他觉得真的是非常有趣。哦，所以呢，身为一个很会做菜的时尚帅主厨，他本身就很喜欢去各个地方的传统市场来稍微的探索一下吗？因为那种 local 的味道是最棒的。そうですね、やっぱりその文化だったり、そのやっぱ人をもっと興味があるので知るには、その、ね、台所を、大きなそういう市場行って台所を知っとかないといけないなっていうのもありますし、まあ、もちろん作るのもそうだし食べるのも好きなので、そういうところでのこう出会いっていうのをこう僕はいつも大切にはしてますね。他说他非常喜欢就是文化啊，还有人呐、所以当来到一个新的地方的时候，他也很喜欢去所谓的当地人的厨房的地方，也就是市场之类的这样。Local 啊，紹介したいところですね。なんか実はもう結構日本の皆さんも台湾のもう本当にいいところ、美味しいところ、素敵な場所をたくさん知ってる人たちが多いんですよ。やっぱりそれが雑誌で特集で組まれても、もう一番売れるぐらい。本当にみんな詳しいので、だけど今後僕もなんかいろいろとこう発信していくにあたって、またちょっとこう裏路地入ったところとか、そのメインところじゃない裏路地入ったところって、こうまた意外とこう穴場じゃないけど面白いものがあったりすると思うんで、そういうところをこうまた紹介していけたらなとは思いますけれども。他说已经有很多的日本人来台湾，然后他们其实都非常非常清楚台湾有哪些好玩的地方、好吃的地方，所以呢，他想要做的事情是进去像是巷口内啊，或者是比较没有人知道的地方去做介绍，想要介绍给日本的朋友这样子。行啊来啦，就是说台湾讲就是内行人的意思啦。所以我这是强力建议素水茂虎道先生。要不要开一个台湾美食的节目？你知道，这样就是可以于公于私，就常常一直来台湾，一直来台湾，一直来台湾。哎，どうですか？面白そうですね。はい。他说感觉非常有趣。哎呦哎呦。はい。他说感觉非常有趣，他完全 OK。他说是便利商店也有的那个吗？对。但是我自己做的话，有那个帅主厨的心意，应该是不一样的啦。对呀。对。嗯。哦。気持ち、あなたの気持ち。我上手ですね。ありがとうございます。他说我会讲日文。对，他说你会讲。哎耶。不过呢，今天还是要麻烦这个素水茂虎道呢，来跟大家说一下一些关于这个台湾美食展的相关消息。我们来跟大家宣布一下，好不好？我们的这个美食展呢，刚刚提到7月26到7月29，对，四天在这个世贸艺馆盛大展开。现在呢，已经这个门票现正开卖中，四大超商有一个早鸟的折扣方案，请大家呢一定要 go buy the ticket please。And 素水茂虎道，你有好的好评这样子，所以搞不好这一次也会有那样的活动。あともとにかくすごいやっぱり皆さんのその食に対するその熱量とか、そのもう本当にエネルギッシュだったので、それがとても強く印象に残ってたんですよ。でもう結構日本の方たちも結構いらしてたので、もうその皆さんの情熱に負けないようにちょっと、来月もちょっと頑張りたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。他说那个 当天的那些粉丝或者是那个来的客人们呢，他们都非常对食物有热情这样，所以他印象深刻。然后他希望这一次呢，也可以就是跟大家见面这样子。期待呢，当天可以再看到素水茂虎道为台湾的粉丝们围围裙的画面重现啦。Oh my god！ 哦，很期待呢。嗨，嗨，所以呢，请大家呢一定要来玩哦！7月27号素水茂虎道的见面会。
皆さん、はい、来てください。はい、ぜひ来てください。ぜひ来てください。お願いします。はい、谢谢。Thank you。他说这个一定要猜，对不对？はい、一定要猜。你想 skip 吗？あまり、ね、no pass, no pass。僕日本でもね、こういうふうにね、あのこういうのあんまりやったことがなくて、よく、あのちょっと可愛い動物とかハリネズミみたいなのが入ってたりとかしますけれども、それは大丈夫ですよね。他说在日本呢，他其实很少有就是做这样的东西这样子。然后他问我说，会不会有什么可爱的动物啊，像是刺猬之类，会不会在里面？哦，可能哦，可能哦。じゃやめときます。他说那还是算了吧，不要了。就是先从 number one 开始喽。OK， number one。好，让这个素水茂舞蹈摸一下。第一题应该很简单，算是送分题啦。It's very easy, easy, huh? これはもうわかりますよ。哦，はい。他说他可能知道了吗？知道这个。你现在是要直接作答吗？还是要再一点点时间？これも口頭でお答えしていいですね。他说可以直接口头回答吗？可以，可以，可以。はい、大丈夫。はい、大丈夫。せーの。これは間違えたらごめんなさい。マンゴーだと思います。マンゴー。マンゴー。マンゴー。おお、ありがとうございます。じゃじゃーん、正解です。ああ、很厉害ね。すごいね。所以对于芒果，哦，来来来，看起来应该，他说这个绝对不能错啊。芒果的话，如果做菜，他有什么样的建议？芒果，嘿，对，嗯，哎，どうだろう、結構ね。こういうの豚肉と合わせたりとか、ソースにしたりとかするのも。あの美味しいんですよ。そういう豚肉とか、そういうお肉に合わせるソースとか。他说跟肉类搭配的酱料之类的或酱汁之类的用啊。ソース、マンゴーソース。だけど僕はね、マンゴーはやっぱりもうデザートが一番美味しいっていうか、そのままが一番美味しいなと思ってるので。但他觉得直接吃芒果是最好吃的。直接享用它的原味。所以今天。これ今一番美味しい時期ですか今。他说：“请问一下，这个是现在当红季节 ？”Yes, yes, right season. 然后呢，你想吃吗 ？Mango. 好，いいですか？いいですよ。他说可以吗 ？OK， 动手动手动手。让素水曼舞到我们台湾美食展的宣传大使。哎，いただきます。いただきます。哎，嗯，会酸吗？会酸吗？失敗です。全然甘みがあって。他说非常的甜，非常甜。不好意思哦。美味しい。今天酬劳不用拿了。Today I'm free of charge， 不拿钱。主持人不用拿了。嗯，哦，所以呢，芒果真的是很棒哦。やっぱ濃厚でこの甘みがいいですよね。他说非常浓郁，然后又有这个甜味，非常好。很多日本人来台湾会吃芒果冰，对。芒果 ice， 芒果ソーベ。あの旅行から帰ってきた人たちから聞くと、必ずみんな食べてます。あとこれマンゴーもそうですけれども、タピオカドリンクもよくみんなあの楽しんでってます。他说常常听到就是来台湾的时候，他们会吃芒果啊、芒果冰之类。当然也常常听到他们会喝珍珠的饮品。嗯。好きなんだよね。喜欢，好喜欢。OK。何今の？他说这是什么东西？大きいですよね。有点大。对，大きい。大きいですね。嗯？哎？何これ？这是什么嘞？嗯，他露出了很怀疑的眼神。可能是食材，可能是水果。すみません、一時間ぐらいもらっていいですか？他说可以给他一个小时吗？不行，你需让他需要提示吗？あのね、ヒントは、はい。あ、もしかしたらちょっとまあ一応ヒントをいただけますか？他说那可以给他一下提示吗？好，他现在正在摸，是不是？でも美味しい。有点。あのはい。わかりました。はい。これはちょうど僕今朝。これ見てます。他说刚好今天早上才看到这个东西。僕これが気になってなんだろうってちょっと持たせてもらったんですけど。でもまだ食べたことがないんですよ。他
知道那时候非常好奇，所以他我就拿起来这样子，但他没有吃。那他可以讲出名字吗？何でしたっけ？要はお釈迦様の頭のような髪の毛みたいなネームのフルーツなんですよね。他说就像是那个释迦的头的那个名字的食物这样。あ、これだ。釈迦と。他说もらってる。释迦。あ、よかった。ありがとうございます。イエーイ。これが僕結構ね、日本でもいろんなあのスーパーマーケットとか市場行って回るんですけど、なかなか見ることができないんで、ちょっとあの今僕の中で注目してます。他说在日本超市啊或市场之类。不完全不会看到这个东西，所以其实对他对这个非常有兴趣。所以想要是可以想象它的滋味吗？嗯，高級ってことはやっぱりこう濃度の高いちょっと甘め、またマンゴーとは違った甘さがあるんじゃないのかなとは思いますけれども。他说你刚才说它有点高级，所以想说。有点浓郁啊，然后很甜，但是跟芒果又是不一样的甜之类的。对。でもちょっと程よい酸味とかもあったりするのかな、なんて思ったりしますけどね。他说是不是会有一点酸酸的？是辣的。要试试看吗？啊。要试试看吗？对。试试看吗？哎呀。对。他知道怎么吃吗？これスプーンで。他说不知道，这是用汤匙吗？其实就是把它剥开之后呢，直接放嘴巴，然后把那个种子吐出来。哦。但是他们怕说你这么帅会有偶像包袱吗？どんな感じで食べた方がいい？他说怎么吃？他说怎么样吃会比较好？なるほどなるほど。他可以吃吗？大丈夫ですか？哦，全然大丈夫です。啊，全然大丈夫哦，果然是很爱吃啊。他说完全没关系。有 spoon 啊，好用这个汤匙来吃一下，各位。羽が入ってる。はい。羽が入ってる。对，吃下去。里面是有种子。有个种子。我这个小动态也很帅，兔子也很帅。はい、どうですか？これでも全然辛くないよ。他说完全不辣。Sorry， 嘘。嘘ついたでしょ？嘘つき。他说你骗我。びっくりしたわ。あ、でもこれ美味しい。他说这非常好吃。やっぱあのあれだね、ちょっとまた違ったこうワンランク上のなんかフルーツって感じがしますよね。对，它有一种就是比较高级一点的水果的感觉。好美呐！これ皆さんどのようどんな形でいつも食べられてます？他说大家是怎么吃它的呢？直接整颗就吃完。はい。啊，それこそ例えばあのかき氷の上にとかは乗ってたりはしないんですか？他说是不会放在那种刨冰上面之类的。哦，不会，因为它是会直接生吃它。对。因为你是要放在刨冰上面。太麻烦了。对。美。好吃。好吃。嗯。これがまたね。他说就是这样子的东西非常棒的。哦，所以呢，这四道里面，他个人最喜欢哪一道啊？爱玉、水莲、释迦，还有芒果。哎。啊，でも正直言って。あの全部好きです。これはねあのつけられない。だけど新しい自分の中での発見っていうのはこの二つですよね。他说老实说实在是没办法给他排名，因为他非常喜欢。但以自己最新的就是这一次才知道的食材呢是这两个。所以也期待这个可以在这个素水帮舞蹈的节目当中可以看到释迦或是水莲的入菜。所以呢，我们今天这个美食大使呢，素水帽舞蹈算是非常圆满成功的通过了四道食材神秘上的考验，再给他掌声鼓励鼓励，すごいね！少しだけ汗かいてた。他稍微有点流冷汗这样。よかった、もう本当に一番安心したね。よかった、太好了。フルーツを紹介するとしたら、そうだ。
だな。日本もね、台湾に似て美味しいフルーツもたくさんあるんですけれども、個人的に好きなのはやっぱりイチゴかなっていうのがあります。他说日本也有很多好吃的水果，他想要介绍，但自己最喜欢的应该是草莓。別に可愛くぶってるわけではないですからね。他没有在装可爱呀。イチゴ好きです。結構料理に幅広く使えるんで、ソースもそうだし、でそのまま食べるのもよしだし。それこそかき氷の上とかにもトッピングしたりもできるので、它的用途非常广阔，它可以直接吃，也做来料理，然后也可以放在刨冰上面，所以它非常喜欢。そう、いちご大好き、おすすめ。おすすめですね。おすすめ、好推荐的大家去日本吃草莓。所以呢，今天我们这个要很谢谢我们的美食展的宣传大使，谢谢。